淡水より海水の方が、錆びやすい理由について解説するよ。淡水と海水、どちらが金属を錆びさせやすいかを、聞いたら、経験的に、海水、と、答える人が多い。でもなぜ海水の方が金属を、錆びさせやすいのかな？鉄を例に考えてみよう。鉄が水中で錆びるときには、まず鉄が電子を放出する。酸素が鉄から放出された電子を、得て、水と反応し、水酸化物イオンができる。Fe2+OH- と、反応して水酸化鉄、に、を形成する。さらに酸化が進んで水酸化鉄、酸、となる。これが赤錆だね。淡水では、水はほとんど電離していないので、水と酸素と鉄の反応が、起こると、局所的にプラスとマイナスの、電荷が過剰になってしまう。これでは全体の調和が取れないため、この反応は進行しづらい。一方、塩水だと溶液中に、Na プラスと Cl マイナスがたくさんあり、水と酸素と鉄が反応して、Fe2 プラスと OH マイナスが、生じても電気的な偏りが、生じない。そのため、スムーズに反応する。まとめ、海水だと錆びやすいのは、鉄イオンと水酸化物イオンが、生じても電荷の偏りが、溶液中に生まれなく、反応がどんどん進むから。質問があったらコメントで、教えてね。